始まるよ始まるよ、もっともっと島根が始まるよ、始まるよ始まるよ、知りたいことばかり。情報広場、もっともっと島根。今回のテーマはじゃん、お任せください、農地の貸し借り。始まり始まり。安来市にあるこちらの農地、実はこの農地は昨年度から始まった農地を集めて農業の効率化を図る農地中間管理事業を利用しているんです。農地中間管理事業とは、県の指定機関農地中間管理機構が農地を貸したい人から借り入れ、借りたい人にまとめて貸し出す制度です。県では島根農業振興公社が機構の役割を担っています。新たに農業を始めたい人や企業などは、この事業を活用して大規模な農地を効率的に借りることができます。こんにちは、よろしくお願いします。お願いします。この辺り一帯が組合の農地なんですか？はい、そうですね、両方に県道があります。内側が全部大塚地区の補助整備したところでございます。安来市の農事組合法人大塚営農組合は、農地中間管理機構が地区のおよそ120人から借り受けた84ヘクタールを使って農業をしています。高齢者多くなって若手が今度は少なくなっている。そこで管理機構にお世話になると貸し借りが楽にできるということ、それでやっていかないと地区は守れないということで始めましたのでね、はい。島根県内で農業に携わる人の平均年齢は70代と高齢化が進み、農業者の数も年々減少しています。そこで地域の農業や農地を今後どのようにするかを話し合う動きが県内に広がり始めています。大南町金子原地区、ここで地域農業の将来に向け農地中間管理事業を利用しようとする話し合いが始まっています。この日は事業の担当者が制度を説明しました。農地を出す場合は借り手が使いやすいようにできるだけまとまった形で農地を出してください。こちらの担い手として農地を借り受けされる場合は、あらかじめ機構に応募しておくことが必要です。希望条件に合わせて貸し付けを行います。中山間地域の大南町、今後高齢化などによって個人で農地を維持していくことが難しくなると予想されます。農地をまとめて機構に貸し付けることで農地の維持や担い手の確保につながると期待しています。集落一丸となってこの農地を守ろうということの中で、農地中間管理機構を経由することでみんな安心で農地を守っていけると思います。島根の農地をみんなで守り、島根の農業の活性化につなげたいね。もっともっと島根。まずは地域の皆さんでこれからの農地や農業をどのようにするかについて話し合っていただくことが大切だと思います。その中で農地中間管理事業の利用は地域農業の担い手確保に向けても有効だと思いますので、ぜひご利用ください。次回は伝えようふるさとです。それではまた来週。